尊き天の父母様、この地に来られ勝利された誠の父母様、感謝します。愛しています。天一国9年天暦9月12日、陽暦10月17日、この聖日チョンボクン教会の礼拝を捧げられるようお許しくださり感謝いたします。10月10日には第2回天保大祝祭を主管してくださり、新士族メシアの使命を完遂した天保家庭に祝福をくださり、今の時は特に韓半島が中心となってアジア太平洋文明圏時代を開いたと語られました。アジアが一つになって天保に搭載された祝福家庭の皆さんの天保の花が世界に広がり、7つの大陸のすべての国に美しく灿爛たる天保の花が満開になるとき、2027年60回目の天の父母様の日を迎えるとき、天の父母様にはべり地上のこの国で一人娘誠の母と共に全世界の天保に搭載された祝福家庭が集まり、天の父母様に敬いと感謝の歌を捧げ宴を行える、その日を必ず成就して差し上げる誇らしい天一国時代の最も高くて尊い天保家庭の皆さん全員となり、天の父母様の大いなる愛を受ける天保家庭として、美しい天保の花として永遠に灿爛と輝く皆さん全員になるように誠の父母は願い祝願いたしますという祝福の言葉をくださり、大きな恵みを与えてくださいました。このような祝福に支えられ、より多くの天保家庭を確保し天保活動を活発に続けていけるチョンボクン教会となれるよう、私たちに知恵と勇気と恩師を与えてくださり、今日の聖日にユン・ウォンジュン教会長から所有権の命運という説教を通して恵みを受ける時間となるよう導いてくださり、今日の説教を通してこの1週間が尊い時間となるようお導きください。今日の礼拝が終わる時間まで祝福と賜物をお与えください。祝福中心家庭パク・ボンスの名により報告申し上げます。アーチュー。